これは海上保安庁特殊救難隊のヘルメットに装着されたカメラが捉えた映像。座礁した船が波をかぶる中で取り残された乗組員を救出する様子です。船は傾く中行われた救助活動。危険と隣り合わせの中、乗組員を救出しました。この海難事故は今月3日、清水港を出港したマグロ漁船第八福栄丸がエンジントラブルで航行不能となり神津島に座礁。乗組員25人のうち1人が死亡したものです。第三管区海上保安本部は昨日、死亡した67歳の男性の死因を溺死と発表。このほかに70代男性が足の指を骨折、4人の乗組員が頭痛や打撲などを訴えているということです。また乗組員に聞き取り調査を実施したということですが、船が故障した原因については不明だということです。現在座礁した船は2つに割れている状況で、今後船舶所有者やサルベージ業者などと撤去作業を調整していくということです。